大沢家住宅は埼玉県川越市にある蔵造り建築。明治26年の川越大化の消失を免れた川越最古の蔵造りで現存する関東地方最古の蔵造りでもある。国の重要文化財の指定を受けている。現在の野号から小松屋とも呼ばれている。完成4年に大見国出身で五福太物の,の大宮を営んでいた。 冒昇、西村繁栄門が建てた蔵造りの店舗建築。川越大化で例外的に消失を免れ、そこから川越商人が蔵造りの町屋を次々に建設する契機となった。昭和46年に国の重要文化財の指定を受け、また平成元年より5年間を費やし、大規模な修理が行われ、創建当時の姿によみがえった。建物はまぐち6軒。 奥行き島半、霧妻作り平入り、三河原ラブキ。川越の重厚な蔵作りの中ではシンプルな町屋形式。創家焼き作りだが、前面の瞳の柱のみ松になっている。一階の前面は、下矢日差しを足し、格子度や土土があり土間には、防火用の用心土まで備える。二階の前面は、漆喰で塗り固めた土格子を一番外側に、漆喰土、木戸、 障子と見えの窓になっている。防火扉付きの小窓もある。二階への箱階段や、緩く波打つ、階段側面の壁は、見事。壁面の厚さは30センチメートル、縦と横に5センチメートルの丸竹を使い、あけ火の鶴で結束してある。内壁はこうなしている、耐震構造。床の間は、天井から漆喰が下がっている、釣り漆喰。国柱は、江戸建築でも、 最上の木材の一つで目を引く、埼玉県川越市元町1-15の2、ありがとうございます。